はいどうもラリホンです。というわけで今回もミノ男を実況していこうと思います。桜井雅宏 VS CP9×711月もラリホン。というわけで、あの情報量よ、タイトルの情報量意味不明ねんけどね。まあスマブラ作った桜井さん VS コンピューター最大レベル ×7 ということで、8人乱闘で全員倒すってこと。みんな注目してほしいのがストック3ルールで30秒です。わけがわからん。まあ桜井さんがボコられてしまうっていうのが普通の考えなんやけど、そんな普通の動画を上げるとも思えないんで、ちょっと怖いぞ。何がこれ、まあ期待もあるけど。さあ桜井さん1人 VS ジャイアントカズヤ CP7 体で何が起きた。おお、まず落とし穴入れていって、なんでおい、桜井さんの覇王色が覇気がやばすぎてピョンピョンしてるだけで最強 CPU たちが落ちていったわ。まさかの21盾か。1人で21ストック倒したわ。さすが桜井さん、神様よ。スマブラ SP リトルマック撃墜種。というわけで、新楽さんっていうね、まあ、とあるリトマ使いなんですけど、とある縁がございまして、配信に来てくれたんですよね、コメントしに。で、昔、僕みんなの動画ずっとやってるんけど、実況。昔、リトマ撃墜種を投稿してて、実況させてもらって、その昔の動画のリトマの上手いシーンをまとめたショート動画を投稿したんですよ。何年越しに。それすごい伸びてくれて、で、あ、昔、自分が投稿したリトマ撃墜種がショートに乗ってバズってる、みたいな感じで、でその時はありがとうございましたみたいな感じでコメント投げてくれて、まあ、こちらこそって感じなんですけど、その流れで、まあ、新たな撃墜種を作りましたって言ってくれて、もう息つく暇もないくらい詰め込んでるらしい。その当時数年前のやつもめっちゃうまかったんですよ。まあショート動画がバズるレベルなんてもうだいぶめちゃくちゃうまいというか、そんなコンボするみたいな感じだったんやけど、さらに進化してんのかと。ちょめっちゃ怖いね。見ていきましょう。もうマジで息する暇ないらしいで、やっぱ早すぎる。早速空前阻止って、美しすぎやろ。そんな空中で綺麗に決めれへん。ダウン連携をって早い。このスピード感が合ってるけどね、リトルマックにね。さあ KO 止まってるよ。下強わー隠ってそう。下強折り空上 KO パンツっていうね、大コンボできるんだねこのキャラ。おい、ちょ、何やってんのこれ。知らない、みんな知ってる、これってリトルマックでキャラ。俺なんか知らんぞこんなキャラ。なんか隠ってそう。なんか空中上がこんなにうまいリトルマックやおる。マジでコンボの神じゃねえかねえ、もう天才だよこれ。さあ手榴弾、ああさらっと先にも空上降りしてましたけど、やっぱ空中上って KO パンチとかつなげる大事な技、横 B もつながっていくっていう。え、知ってたみんなこれ、空上降り上様とか そんなやるみんな。うん、反転弱、なんかリトの反転むずいからな、うん、うん、やるよ、やるよって誰目線なんやけど、うまっ、うん、最強や。うん、今ピッと動けんかったな、うん、パワーの差があったな。でもまあその状況にいち早く気づいてホールドしっかりしたんが偉いですよね。すぐスマッシュしちゃいたいところを最大まで取っていくっていうね、大コンボえぐない。リトルマックってこんな小戦場強いんや。え、なんか台があったら逃げられるからリトルマックは終点の方が強いんかとか思ってましたけど、こういうの見ると台あった方がいいんじゃないかっていう思っちゃうよな。まあ、これできるリトルマックは何本でも話だけどな、世の中にな。だって簡単に、まあ、見えるじゃないですか、その なんていうの、その何をやってるかって分かったらさ、その浮かして空下をしてっていう、まあ、操作は分かっても多分だいぶシビアなんですよね。ただ当てるだけじゃダウンレンだなと思うから、受け身上身、うん、だいぶそのタイミングとかもうだいぶ慣れてないと無理だと思うから、うん、反転起用とかもクソ文字からね、なんだかんだ言って。横綱終わっていって 7% でこっから、はい、上、はいはいはい、横綱上シフトで大展開。今のはもうやばいじゃん。ちゃんと KO で締めるんだよね。空中 KO コンボもあんの。もうみんなリトマ最強はこの人や。11月もラリホン、あと5列。というわけで、毎日さんのね、これ何かっていうと、全員魔境街道記念ということで、前回ね、その、まあ、上、キャラ戦闘画面の1列、マリオから横ビーって降りてないですか、十何体か。を、全員魔境街道っていう、まあ、戦闘力隊、まあ、VIP マッチ入ってもっと上みたいなとこにあるんですけど、まあ、全部入れた記念で、その1列のね、キャラ見せプッシュ的なのを上げてくれたんやけど、じゃあ、まあ、全キャラ行くよな、期待してますって言ったら、マジで来た。2列目、ピーチの列、2列目はガノンとかおらんかった、まあ、あと5列で、だいぶね、
ね途方もない気もするが、早くねとて早いで、なんか最近な気がするぞ、2ヶ月も経ってた気がするよ、一列実況したの。だからどんだけ入るスピード速いねんっていう、2025年には終わりそうやなこのシリーズ、もし続いてたら。はい、まずデイジーから始まっていきますと、ピーチとデイジーは同じ枠か、デイジーが次やったっけ。うまい、はい、カブコンボできてんだよね。はい、いいよ、プロペラ、あ、はいはい、これで復帰ルート削って完璧。オーバーキルしてもいいな、ジャンプなかったからね。その株を警戒してワニ側ジャンプ使ってましたから、しっかり対応していくと。嘘、クーダ B がうまいよ冷静、クッパが冷静さ持ったらやばいよな。ね、技ブンブンも強いけど冷静な重量級ほど怖いもないよ。何これ、どういう状況これ。何なの、そんなことできんのアイスクライマーって。シークもうまい。さあこれは、毒マリですね。これは毒マリも2列か、はい、だいぶパワーなキャラ多いな。2列目後ろ投げして、だってマリオ使いだもん、名前がマリチューだもん。それは毒マリもうまいよな、もちろんね。えあの壁ジャンプはマリオ使いとかしてできひんで、なかなか。さあピチュー、ピチューも2列目か、どういうコンボする。ピカチュウ使いやからね、マリチュウだから。だいぶ2列目はちょっとね、使えるキャラが多いのか。まあ、前傾とビップではあるんけどな、そもそもな。さあピッチュもうまかったよ、はい。これファルコ、ファルコやな。下胸空前装備も当たらず、当たらんかったけど空への降りして、うわジャンプで透かしたね。あの戦場台の上で掴んでコンボできたらそりゃバーストまで繋がるよな。ただあそこで掴むむずいけど読み合いで制していくと。これはマルスね、ういメテオだ。今のは油断しましたね、そらね。さあヤングリンク、ヤングリンクも2列目、はい、102% のファルコ、はい、クーエヌで横火、完璧なコンボ。さあ来たよガノン、ガノンどんなプレイ見せてくれるのか、ちょっと寿司怖いよこれ。だからなんとか復帰していって、クーエヌ、え、横火大展開すかしてやられたい放題ねえかワニ、もうビビりまくっててね。今タイガノはビビったら負けやからな、鍵とかしたらあかんってことや。さすがの前傾のビップ、そして2列目魔境街道、これが魔境街道プレイ集か。11月の日本スターリング2というわけでね、先ほどのねマリチューさんのスターリングっていうこのサムネにあるアイテム使ったコンボがねラリホンチャンネルだいぶ流行ってるんですけど、まあ、2作品目ということで、1作品目はね大砲メテオ的なやつのなんかもう激ヤバ応用編みたいなやつやったんやけど、2は一体SSR コンボ、そう SSR、 SSR、 噛んだわ、スターんスターリングやから SSR なんかな。はい、見ていきましょう。2個使うのか、いや1個か、後ろ投げてちょっとやばいぞおい、どういうことやねん、3つ並べてコンボとかできるの、空母ちょっと待ってくれ、え壁にするのスターリングを、え1人チームコンボ的なのしてるやん、その発想は神です、マリチューです。11月バラリホン2代目魔人剣の神の、ミセコープッシュというわけで、マリオじゃんサムネマリオじゃん。魔人剣の神、僕ね魔人剣得意なんで、あのやらせてもらってるんですけど、本当にあの本当にね、これ重要、本当にね、けどあの2代目がいるらしい、把握しなかったぞ2代目だが、なぜかマリオと、マリオのミセプッシュが始まっていくって、もうこの時点で失格やろ、うまいけどこの時点で魔人剣の神2代目失格やろ。はい、なんだ、空下、空上、空下、下京上スパート、いいね、これかっこいいもんな、このコンボな、なかなか決めるのもむずそう。さあガノンか、多分違う、魔人剣の神2代目はガノンキラーかな。さあ自分のストックを落とした見せコンボと、そういうのいいよね、ストック犠牲にするけどかっこいいみたいな、受け身、これは自分のストックを犠牲にすると見せかけた、見せかけて犠牲にしないプレイ。これは嘘、油断してるわ、俺も油断してたわ。それ横火返ってくるのが本命とは思わんかった。さあガノンドロフさんはいつやってくんのかな、うまいけど、うまいけどね、うまいけどガノンドロフさんはいつも来ないな、これ、魔人剣の神2代目かっこガノンは使いませんみたいな、そういうタイプのプレイヤーかもしれない、まあ、そういう2代目持っていいか、あの本当にね、あの命の危険があった時だけガロン使うみたいな、そういうタイプなのかもしれない、それ以外はサブキャラみたいな。ガチでこやん、ガチでこやへんで、当たってます、スマブラが当たってるって言ってるんで、来た、さすがにこれはガノンが勝ちますよ。はい、上火して、おっと受け身食う上、嘘
受け身クーベから相手の回避には魔人剣角打ったりするんですけど、表向きは珍しいな。俺一個ね移動回避にはするんやけど、おお今作ね、レッキメテを決めづらいから、だいぶ今のすごいですよ。前作よりだいぶ決めづらいからね。しかも、レッキキャンセルやった。キャンセルカーンのレッキ、まあ、レッキキャンセルレッキメテオっていうめっちゃかっこいい感じやった。さあ、ロボット。うん。まあ、ガノン、まだ2プレイか。おこれは魔人剣の神。まあ、2代目、候補かな。なんで候補かっていうとね、あの、ガノンおらん、全然。うまかったけど。10月バラリホン、中学生マソツマリオの、努力というわけで、サムネがねちょっと見えへんのやけど、おもろいでこれ。あの命よりも見せぷレベル99らしい。めちゃくちゃ何を言うとるんやと、よくわからへん、うん、命よりも見せぷレベル99ってすごい、どういうことですか。見ていきましょう。はい、上投げ、おどこの始まって、うまい。さすがに命よりも見せぷをね、モットーに生きてる人間、命がついてましたさあ、なるほどね、初めにダメなシーンを見せていくスタイルね。はい、あ、いいよ、ステップ踏んで、いいね、レベル99かも。うん、ミセップに対するね気持ちはレベル99かもしれない。崖離しメテオからの、あ、なるほどね、しっかり返ってくると、ちゃんと自分の命も大事にしていくっていう、うん、命よりもミセップちゃん、オーバーキルいかんかったけど、まあ、そういう時もあるかな。うん、試合勝つのも大事だからな。はい、いいコンボですよ。はい、おいいね、最終出力 117% で、そこでそのプレイいけるのはだいぶ命よりも見せぷレベル99やわ。うん、ちょっとおもろいな、言うとな、うん、命よりも見せぷレベル99をちょっと俺好きやで、五感はだいぶ。とりあえずレベル99にしときゃなんかいいねって思っちゃうタイプやから俺、タイトルとかもレベル999っつって、うん、さらっと今うまいテクニックしたよね。さあ、これはロボットに対してコマ使うわけじゃない、コマをファイアボールで燃やしていったよ。はい、 114% やからね。はい、あ、コマ使うっぽい、どうするんだ、いいねー、これな、何でちょっとタイミングなりやんとむずいからな、あれな、まあ、あと当てるむずいし、絶やってますね。はい、おっと割り込んでいって上にと、それ 100% あったら 100% なくてもあれは死んじゃうか。これは、はい、ガノンイストック先行してます、マリオが。はい、ファイアボールから空前折り、上スマ、空砲横スマの出る前に空砲入ったら前だけ倒るねん、これ強いな見せプレイすぎるけど、あれ強いな、あっからダウン連展開、見栄えめっちゃいいし。はい、いいねあれもいけるの、あれもいけるんや、あ、これマリオおったんや、うん、こ命より見せプレベル99って、あのレベルの V の1ちゃうわ、うん、あの LV10 や、L10V99 ってもうよくわからん。11月の日本、それは対策済みだというわけでね、メガボクレさんのね、まあ、1分ぐらいのプレイ集見ていこうと思うんですけど、メガボクレさんはあのロボットのコマコもクソうまい人ですね。まあ、ロボットだけ違っていろんなキャラうまいんやけど、ちょっとね、テーマが面白い。対策済みと。うん、それやってくんのは分かってますよみたいな、そういう展開を集めたのかな？面白いな。参考になりそう。思考が分かる編集した方で、あ、なるほどね。でも勉強になるよな、うまいプレイヤーの思考が目で見えるって。さあ、これは何だろうか？はいはい、あ、メテオしてくんのは分かってますよみたいな感じで空を置いたんかな。はい、ちょっと僕も考えながら見ていきましょう。はい、なんだ、どうする、あ、チャージショットとかかな、反射あるしな、ロボット側。はい、あ、はいはい、その復帰してくるの分かってますみたいな感じ。はい、え、なんか技当たるんか、あ、はいはい、その場上がりしてくるの分かってますよと。うん、え、もうあの激アツ演出入ったって、うん、サムスの追悼演出入ったってはい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 、なるほど、そういうことで、理解しました。あのだからサムスのワイヤーみたいなあのビームでボイーンって返ってくるから、それにまあちょっとね、その場がりに駒を当てるっていうようなフェイントを入れてからの、本命はそのぶら下がってるサムスに当てて崖めてよっていうってことで、もうレベル高すぎやろ、言語化するの難しいな、やっぱりこうやって上手い人のねプレイのことでね、ここ ダークサムス の激アツ演出入ったけど、勝つんかなと思ったら、うん、あの負け演出やった。ほら今多分ね、サムス側もそこにその場に置いてるから、あ、ちょっとね、回転が終わるまで待っとろうかなっていう油断もあったと思うのよ、それに刺さってるはず。むずいな。11月もの日本、やりやられ週33というわけでね、おなじみの
自分でプレイをやり、ノラの上手いプレイヤーにもやられるという面白シリーズというか、もうなんならね、あの中身の半分以上がやられのね、ツッコミどころ満載プレイ集なんですけど、もうサムネがやられてますもんね、マリオにメテオ活躍会の人なんですけど、見ていきましょう。さあ、まあ、今回たまにね上回るのよな、あの槍の方が。ただ早速やられていきますと、受け身うまい、嘘、こっから槍に変わる可能性はなかった君うまかったのに、嘘でしょ。あ、とりあえずストーンはよくできましたね。踏みつけたけど、え、嘘、マジ、今回はちょっとちゃうかもしれんね。槍の要素も多そうだから、このマリオには勝てない運命らしい。絶対同じじゃんやん、てかノーダメージやんけ、2ストック連続マリオがさっきの、ええ、ボコボコやん、 26% しか与えてない。さあ、あ、今ブロックにかなって超えたんか。ですが、まあまあ今のやられカウント1でしょ、同じ試合やから、うん、今はいい感じやで、まあ半々ぐらい。お、まさか空号、もうおしまいや。しかもすごいテーパーやったし、あ、これは、はい、お、カービィに対しては強く出れるのか。踏みつけがうまい、そんな踏める、嘘でしょ。さあ、これはちょっと攻められてますね。でも今半々ぐらいですよね、やりやられてもカウント、はい、ダウンレンしたね、ダウンレン横び財布、素晴らしい、お、いいじゃん、今日見せ場あるよこの東光寺さん。お、空母財布やと、マジンケン、なんだこの気持ちいいコンボは。え、二段ジャンプメテオフ、ただもんじゃないぞ、だいぶ今回、え、上回ってんじゃない。 俺的には印象的にはカズヤすごかったぞ、やるじゃん。11月の日本やりやられ週34というわけで、せっかくなんでね、もう2作品連続見ていこうと思うけど、もうサムネがもうすごいよ、もうついに来たカズヤの時代、もう今回8割以上やりじゃないの、期待していきましょう。まあ、前回さっき見たやつあんだけうまかったんやから、今回ももうノリに乗ってね、サムネ的にもね、さっきサムネやられとったのにあれやだから、うん、今回はすごいんちゃうか。はい、ゴルドーで、ゴルドーを反射で割っていく、そんな IQ プレイ、やっぱ違う今回。いや、そんなことはない、そんなことはないかもしれん、うん、ベオレンタ即時コンボうまい。さあ、これは、いや、でも交互にね、やりやられがね起こるってね、珍しいですよ、悲しいことに。だいぶ今回は激アツ、おまさかこれで店プレイしたら上回ってるよ、今3の1ぐらいやりやられの比率。だがこのお犬さんはただもんじゃないか、うん、そんダブルメテオカズヤ相手にそのコンボか。さあ、でもどっちがどっちや、さすがに 1P がヤギの方やな、ちょ、野良カズヤ強すぎる、ちょっと今半々ぐらいか、やり返してほしいところ、お、やり返す姿を見せてく、踏みつけとかさ、もう勘だけどさ、踏みつけがうまくない、割られていく、もうどっちが、もうどっちもうまいけど、なんでなんかちょっと不憫やな、この東光寺さん。早こびやられたのか、多分東光寺さん大丈夫、いや、こっから割り込んで即死コンボっていうのも俺はないと思う、ないわ、なかったわ、やはり、うん、あー、惜しいな、うん、めっちゃ序盤良かったけど、ちょっと少なかったな、槍の方が。ただうまいなこの人マジで。10月ブラリホン、いろいろ収穫庫いろいろあるよ3というわけで、ね、ラリホンに送るラーユス3、これはね、福袋集だねみたいな感じで表現してたやつですね。あのスピリッツコンボもあったり、チーム戦とかもあったりするんですけど、これサムネのやつは以前ちょっと見たな、それ単品でなんかクソ演出みたいな、だいぶクソやな、サムネでこうやってしっかり見ると。まあ、ちょっと福袋を開封する気持ちで見ていきましょう、どんなコンボが入ってるかなと、どんな面白いプレイを見せてくれるんかなと、年始の気分でね。はいはい、え、これどっちだ、カズヤか、でモートンか、え、くっついてた今メカクッパー、はいはい、あ、一瞬ぶっ飛んでたんだ、なるほどね、そんなタイミングよく狙ってました。お、タイマーコンボ、今日はタイマーコンボがあるんですか、え、いいね、お、ガチ福袋やな、タイマーコンボとか久々に見たな、昔流行ってましたけどね。はい、それもあり、いろんなルートありますね、バックン、セフィロス、てかタイマーってアイテムによって違うやな、スピードが。はい、ガノンガチガチに止まってるやん、はいはい、そっから届くんだ、かわいそうだ。ウルフはどんなコンボ、はい、空母、空下、上強、踏みつけ、メテオからの空母横火か、いいですね、最後の切れるタイミングにメテオを合わせるのがいいな、切れがよくて。はい、これは横砂、これも横火か、横火いく、いいね、やっぱ締めは横火だよね、
今日は福袋の中はタイマーか、うん、え当たるしっかりいいね。でしっかりね、攻撃出すとね、上火出ねえからちゃんと誘導回避で返ってくるっていう、ちゃっかりちゃんと返ってこれるコンボ。さあこれはうおお、どさくさに紛れ空中魔人剣チーム玉乗りコンボ。はい、これはすごいぞ、うん、これ愉快なパーティーゲームってやつ。福袋開けたら愉快なパーティーゲームが入ってました。すごいすごい、 100% ハンデ乱闘って何やねん。てか今気づいたわ、うん、100% ハンデ乱闘って、うん、もうテリー使い楽しすぎてしゃあないやろこれ。うん、それテリー勝つだな。何何何が起こってる、え急にハイレベルなプレイ入ってくんのやめて。まあ、この急にうーみたいなのが福袋かなんていいですけどね。はい、踏みつけ、何これ何これ何これ、うん、めちゃめちゃ踏んでましたよ、うん、突然のチームコンボでめっちゃうまいんだよ。何今なんか真ん中に何今の元気玉、はい、え再封して踏みつけ餅つきコンボしますね。踏みつけ魔人剣からの下投げしてほい、ふうおーいいね、地獄門かと思ったけど違うルートやったな。財布餅つきして、はい餅つきして、もうこの時点で 73% あるからね、パーセントたまりすぎ。あ地獄門じゃん、地獄門財布、え地獄門財布で2周目、もうそんなシーン写真撮らんとってやってくれ、痛そうや。植京財布、横尾財布、踏みつけ魔人剣財布からのめちゃくちゃなルートや、うん、すごいなそれ。さあデレデミラー急にゴールド、はい、当てました、 DA 入った、そこからゴールド当てました、え空母からゴールド当て踏みつけ、おお、なんか、なんなんだこの福袋、すごい今のなんかあったった今。さあこれ CPU ですね、相方はまさかの嘘だろ何そのガチでアニメとかにありそうな、お互いの個性をさ、うん、生かしきった連携必殺技みたいな、今の何CPU のやつで、最後はね、おなじみのクソハンってやったけど、その一個前の箸立てて箸解体したの空中魔人がちょっと今の感動した俺。はいどうもー、尺稼ぎ TV です。というわけでちょっと今日ね、てか最近ちょっとね喉痛くて、多分風邪ひいたんですよね、鼻水出てきてるんでね、ねちょっと喉枯れてたかな、というかちょっともう鼻詰まり声だったかもしれん、うん、おそらく。だからまあ喋りづらかったわ、鼻詰まってて、まあ、っていうのもあったんで、ちょっとね聞き取りづらかったらごめんなさいなんですけど、ちょみんな聞いてくれ、うん、まあ、そんなことはいいから聞いてほしい。ミスとかさ、ポケモンとさコラボしててさ、見てこれ、これディグザのポンデリング、うん、これやばくない、これなんでこんなん発売しちゃうの、食べたくなるやんダイエット中やのに。食べたい人おるこれ、さすがにね、なんか近所にミスドがあったりとか、まあ、学校帰りとかにミスド通る人はちょっともう目に留まった人もおるんじゃないの。まあ社会人の人もね食った人おるかもしれんけど、これ美味しい、いや美味しいと思う、ミスドに外れないから美味しいとは思うけど、食べたらダメかなお許しをくれない、うん、いや誰か一緒に半分に割ってもいいよ、包丁でさ、ディグダ中心にしてさ、半分に割って食ってもいいんやけど、カロリー半分つって、カロリーカットつって、誰か、うん、ちょっと知りたいわ。でも俺的にはディグダの頭からかぶりつきたいよな、こういうのって、うん、ちょっとかわいそうやけどディグダ、ただもうここからかぶりついてくださいと言わんばかりの特許じゃないですかディグダって。ちょっと食べたいなぁ、うん、まあ、匂いだけでも嗅ぎたいけど、ちょっとね、そう、みんな、で、ダイエット、ダイエットってお前よく言っとるけど、痩せて、本当に痩せてんのかと思うやん。最盛期は、一番やばい時は多分66、7キロありました。僕、現在、聞いてください。朝に、まあ空腹状態やけど、朝に測ったら、58.9 キロ。え？痩せすぎやろって思うやん。ただまだ薬終わってないんですよね。これ薬なくなったら俺もうなくなるかも、消えて、いやもうほんまに痩せすぎて。副作用あってこれなんで、ちょこれからのラリホンのダイエットにも期待してください。ですがディグダは食べたいから、まあもういいや食べなくてもって思うぐらい食べたい人はちょっとレビュー書いて、うん、あもう食わんくてもよくわかったって思うぐらいレビュー書いてくれ、食った人はコメント欄によろしく。